はい、それでは表題の論文について自然言語処理研究室の勝田が紹介します。はい、で、まあ、著者らはこのような感じで ACL のショートペーパーのものになります。はい、でアブストなんですけど、今回 NER のタスクにおいて、ニューラルモデルの新しいアーキテクチャを提案しています。でまあ、内容的には複数の独立したバイ LSTM を使用して多様性を持たし学習に多様性をすいませんで、モデルの、まあ、それを独立させるっていうのに、まあ、生息化を用いています。で、コノル2013で、ステートオージアートを達成したという内容になります。はい、で、まあ、NER、ネームドエンティティレコネッションなんですけど、まあ、テキスト中の固有表現を抽出するタスクで、まあ、各単語ごとに、まあ、適切なタグを付与するようなタスクになります。でそれが近年では、まあ、NERRNN を用いて外部リソースを必要としないようなモデルっていうのが、まあ、結構提案されていて、まあ、本研究でもそうついにあやかったような、まあ、パラレル RNN というモデルを今回提案しています。で、まあ、NER 過去には、まあ、昔からこう人手による蘇生の付与や言語ドメインとかに依存するようなリソースを使った、まあ、手法とかが提案されていて、そういうのでも結構精度は高いものは出せているんですけど、一般化とか拡張が難しいので新しいデータに対応できないっていうような、まあ、問題があり、まあ、それからニューラルモデルとかでそういうリソースを必要としないっていうようなものがまあ流行っていて、そういう分野でこの分野ではその今はニューラルモデルでが一番高い精度を出しているというような感じになっています。はい、で今回提案するもの話、モデルなんですけど、まあ、LSTM 複数使うっていうことで、まあ、純粋にパラメーターがその分増えていくので、その圧縮ということで、まあ、本来使う LSTM のサイズを小さくして細かく分割するというような処理を行っています。で、まあ、それが傾向、まあ、並列に並ぶような形になるので、まあ、最終的にはそれをのなんか行列的なものができます。で、まあ、各LSTM を直行させたいということで、まあ、下のように各 LSTM の重みの行列がこのようにあるとしたら、まあ、それごとのベクトルを直行させるということで、まあ、これロスにこの式のような直行行列を作るような制約を学習する際に設けます。で、まあ、ラムダはパラメーターというような感じで、まあ、学習時の任意に値をつけます。でその他細かい学習のモデルになるんですけど、基本的には、従来のモデルのように CNN キャラクターエンベディングにマックスプーリングをして、で、まあ、キャラクターに対してはこのパラレルではなくてシングルの LSTM でも出力は固定させるというような形をしていて、さっきの生息化のラムダの重みというのは 0.01 にして実験をします。で結果なんですけど、まあ、こう従来の手法に対して今回提案した手法というのが、91.48 ということで、下2つ以外には勝っているというような形になります。でその下2つの精度というのが、このアスタリスクがついているやつはその外部リソースを使うモデルということで、まあ、今回外部リソースを使わないモデルにおいて最も高い精度を出すことができたというふうに述べています。はい、で、まあ、その他この、まあ、パラレル RNN の、まあハイパーチューニングというか、まあ、そのパラメータ細かいパラメータの分析になるんですけど、純粋に RNN を何個横に並列すればいいかみたいな話にが、テーブル2になって、その、1個だけの場合から、32個まで増やして場合において、その16っていうのが最も精度が高い
っていうことが、まあ、この表から分かり、その、LSTM のサイズ、その1個ずつの LSTM のサイズっていうのは、じゃあ逆に、まあ増やせば増やすほど、まあ、パラメータ数は増えていって、まあ、いいんじゃないかっていうので、そのトータルの、まあサイズ数って、ユニットのサイズっていうのを、まあ、じゃあ同じにして、やってみたらっていうので、まあ純粋、まあ、ユニット数1の時が1024で、ユニット2つの時が512で、まあ、純粋なユニット数の合計っていうのを揃えて実験した場合はどうなるかっていうので見ても、やはり 16個のモデルの、ユニットサイズ64っていうのが一番高い精度になるということで、まあ、でっかいモデルを1個用意したり2個用意するよりは小さいモデルをまあ16個並べる方がなんか精度は高くなるということになっています。でその他に、これがユニットサイズ自体を横に16個並べるって固定し、横に16個っていうのを固定した状態でユニットサイズっていうのを変えても、まあ64が高くて、まあ、つまりまあ64と、1つのユニットサイズが64でそれを16個並べるっていうのがまあベストなパラメータだろうというふうなことを述べています。でまあ、その他今回使用したキャラクターエミリングとか、まあ、細かいやつがなかった場合とかの精度を見て、まあなんですかね、まあ、ハイパーパラメータのチューニングがうまくいってて、まあ、今あの最終的なリザルトの結果が、まあ、最もいい数値だということを述べています。はい、で、まあ、まとめなんですけど、今回、NER のタスクでこのパラ、並列に RNN をつなぐモデルっていうのを提案して、まあ、いいも最先端の結果を出すことができたと。で今後はその異なるタスクにおいてもこういうモデルがいいのかっていうような評価をしていきたいっていうのと、純粋にこの LSTM を並列にしているので、まあ、CPU で並列化させた場合に速くなるのかみたいなことを確かめていきたいというふうなことを述べていました。以上で発表を終わります。